はいどうも。えっ、ー、と、今回はですね、えー、無職の男がですね、えー、女性の自宅付近をですね、3回、えっ、ー、と、散歩かなんかしたらですね、ストーカー <laughs> 規制法違反で逮捕だそうで、恐ろしいよ。<laughs> 散歩もできねえよってことでですね、えー、まあ、そのス、ストーカーでまあ危ない目に遭う人もいるでしょうけど、 ええー。わかんないですよ。3回ぐらい散歩しただけでですね。ストーカーになってしまう。かもしれなくて。これなんかあれだな。弾丸論破でしたっけなんかあんな感じの作風ですけど。あ、はい、ええー。 勤務先で見かけてですね、一方的に好意を持ったみたいな、みたいなことでですね、えー、兵庫県、兵庫県人身安全対策課と痛み署ってことなんで、痛み市なんですね、痛み市だそうです。えー、っとですね、 大阪府豊中市。ちょっと、ちょっと見ますかちょっと、地理関係がちょっとよくわかんないんで。はい。えー、これがですね、豊中市とですね、伊丹市だそうで。えー、これがですね、伊丹市で、伊丹十三って方が殺されましたね。殺されたか、自殺かなんかですけど。豊中市がちょっとわかんないですけど、この辺ですかね。ここに別の市があるんで、こんな感じなのかな。 ちょっと、輪郭出すのめんどくさいんでやんないですけど、あの、飛行機がよく飛んでるとこですね。はい、私もですね、あー飛行機が飛んでるなってですね、行ったことありますよ。はい、だからですね、えー、隣の市に行ってですね、ふらふら散歩をしてたらですね、逮捕ってことで、えー、あーもう、外歩けねえよ、みたいな。えー、散歩もしちゃダメなの はい、みたいなの、ちょっと思いますけどね。えー、女性の勤務先でですね、見かけて一方的に好きになった。え、ダメなのダメなのこういうの。えー、っとですね。女性が知らない男から、これね、68歳だからですね。青。そういえば、 なんかスマートフォンみたいなのを持ってて、カメラかなんかと、ついてて、若い子たちは、なんかカメラでなんか撮ったりするんだよねって。僕もなんかちょっと撮ってみようぐらいで、撮っただけかもしれないぐらいで。えー、っと、110番したらですね、えぇ、ー、女性の自宅付近をですね、散歩してたことを認め、認めたらダメですね。逮捕だそうで。散歩もできねえよ。 はい、えー、68歳がですね、夢見すぎ、怖い。ダメなのいや、60歳、68歳男性もですね、人間なんだけど。人間でその、<laughs> え、何え、死ねって言ってるのみたいな。 感じがしますけどね。好意を持つのは良いんだけどね。じゃあこれ多分ですね。あれこれダメなのかな例えば、例え話しますよ。あの、喫茶店に行ってですね。あ、この店員さん意外とこう、な、なんていうんですかね。ええー、割と、割と感じのいい店員さんで、 好きってほどじゃないけど、あの、まあ、接客もいいし、居心地いい喫茶店だなと思ってですね、毎日、お、そこの喫茶店行って言ったら、逮捕されるようなもんですよ。痛みにありがちやな。痛みやからな。痛みの警察が結構厳しいってことなのかな。 いや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 。人を好きになるのは自由だが、ストーカー行為。いや、た、例えばこの辺になんか住んでるような感じの話をしてたんだよね、みたいな感じで。自宅の近くに、例えば、あれがあって、これがあって、あ、この辺なのかなあの人の家みたいな感じで、例えば散歩してただけなのかもしれないんだけど。 自宅と前を歩いてたりとかしたらちょっと、あれ、そう、そういう感じなのかなはい、えー、ひどいことが書いてありますね。ストーキング行為に移る前に、自分を鏡で見たら、我に返ると思うんだが、あの、鏡見てからストーカーしろよ、みたいな。 え、ブサメンがストーカーしちゃダメなのストーカーはダメだとしても、ブサメンがですね、え、いや、お前は人を好きになっちゃいけないんだよ、みたいな、あれですかね。はい、だけどですね、その68歳の人がですね、あの、総資産500億とかいう話になるとですね、あの、 こっちこっちら全,全部手のひら返しますからね。あの、私じゃダメですかみたいな。私48歳なんだけど、私じゃダメですかみたいな。なんか最近あの、あれだな。アークアの社長が <laughs> 不倫してたとか、なんかそんな話があったな。ええー、と。怖かったし気持ち悪かったろうね。 これって飲食店勤務の女性だと結構多い例だよ。68歳のじいさんが一体何をしているのか。一生懸命働いている女性の邪魔をするな。これ、その、ひょっとしたらこの68歳の人がですね、総資産500億の68歳の人がですね、散歩が趣味で、あの、 いろんなところをもう、こう、ウォーキングっていうので、こう、歩き回ってただけです。たまたまその辺をですね、よく歩いてただけなのかもしれないんだけど。はい。で、え、68歳だそうなんで、ここまで行ってないでしょうけど、もっと若いでしょうけど、えー、なんか、世間で残酷、あの、じゃ女性でですね、34歳って言っても結構もう、あれじゃないですか。まだ まだまだ、40超えたら女性だってもう終わりなんじゃないんですかみたいな感じで、私は。やめるか。言う人もですね、いるかもしれないんですけど、はい。えーはい。総資産ですね。500億円とかだったらですね、え多分ストーカーしてもですね、多分ウェルカムだと思いますよということで。はい。今回、えー 鏡見てからストーカーしろよとかですね。68歳が夢見つぎとかですね。えー、きつい言葉が並んでるそうなんで、えーえー、68歳以上の人はですね、散歩を控えるようにお願いします。ということで、はい、今回は以上です。